はい、皆さんこんにちは、レック専任講師の赤松です。本日は、梅田駅前本校にお越しいただきましてありがとうございます。今回の司法試験のガイダンスということなんですけども、合格者の方お越しいただきまして、赤松先生、合格者が語る、短期合格術ということでね、お話をさせていただきたいと思っています。まず対談形式でお話をさせていただきまして、30分程度予定しています。で、あと皆さんからご質問等ねお受けしたいと思いますので、何なりとご遠慮なくねおっしゃってください。まず私はこちらのレック梅田駅前本校の方で、司法書士講座、基礎講座担当させていただいております、赤松と申します。よろしくお願いいたします。新15ヶ月合格コースという講座で、来年の、本試験ね、向けての講座となります。こちらみぞとさんは、そちらの講座、去年向けの講座ですね、そちらご受講いただいて、1回で、合格していただきました。で、私らの初級講座ですけれども、だいたい毎年一発合格者出てます。で、もしね皆さんお気になっていただいて、それでこれから勉強始めようという方はね、ぜひもちろん自分がその一発合格続くんだっていうね、気持ちでやってください。過去5年間言うと大体一発合格者出てるんだけど、ちょっと1回だけ勉強途中で受かった人がいまして、だから返して言うとゼロ発合格者っていう、ちょっと変な授業終わった後受かったらね一発合格者なんだけど、授業途中にちょっと受かれたっていう方がね、いらっしゃいまして、その時は逆にその方が、ゼロ発合格っていうことで一発合格ってはなかったんですけども、それ以外は全てね、受講を終わられて、一回で受かったっていう人ね、毎年出ています。はい。それでは水さんにいろいろね、お話をお伺いしていきたいと思ってますので、ぜひご参考なさってください。まず、司法書士を、目指されたきっかけ、どんなところでしょう。司法書士を目指したのは、なんか司法書士をやりたいっていうよりかは、漠然と司法書士の資格があるから、なんか関わる人の役に立てたり、そういうツールにできたらなって思って受けました。自分自身のなんかこうレベルアップみたいな感じですかね。はい。もともと法学部でしたかね。はい。もともと法学部の出身で、まず法学部かどうかはこの試験関係ないです。大体半々ぐらいと思ってください。法学部の方が半分と、他学部の方が半分ぐらいです。私も法学部じゃありません。なので、その辺はね、全く法学部だったから有利とかね、そういったところは全くないです。で、自分自身のレベルアップってことでね、お話しいただきましたけど、司法書士を目指されるきっかけも人それぞれですけども、大体も皆さん漠然とした、動機です。ほとんど。私もそうでした。なんとなく、司法書士っていう資格いいかな、ね、取ったらね、なんかこの資格でうまく、飯食っていけるかなっていうね、本当にそんな漠然とした、気持ちだったんだけどね。もうそれで皆さんも全然それで OK です。ね、何か初めから明確な動機で持ってる人いないんでね。他にもいろいろ勉強法あったと思うんですけど、特に予備校としてこちらレックを選んでいただいた理由、どんなところでしょう。レックはいろんなところ予備校あると思うんですけど、私は全部のところにとりあえず問い合わせて、自習室だったり、その先生と直接質問できるとか、そういう条件で選びました。で、一番自分に合ってたのがレックだったんで、レックに決めて、で合格した後にレックが司法書士試験では業界最大手っていうのを知って、結果的にレックにしてよかったなって思ってます。あとは生クラスがあるっていうのもあれでしょ。そこ言わな。赤松先生の生クラスがあるからって。
まあ、それはちょっと冗談ですけど、生クラスがあるってもね、まあ、レックの、まあ、自分で言うのもあれですけど、いいところだと思います。通信だけだとどうしても、ね、自宅で勉強ってことで、スケジュール管理とか大変になるからね、生クラスだとこうやって教室に通ってもらって、生で聞けるんでね、まあ、それもいいところかなって、ね、思います。それから、まあ、レックが今、最大手っていうことをおっしゃっていただきましたけど、合格されて、その後研修に行かれたと思うんですけど、多分研修の周り、レックの出身生ばっかりですよね。ばっかりってことないと思いますけど、一番、うん。まあ一番多いんじゃないですか。うん、そこそこ。うん。うん、他はどっかいます？他も。うん、うん。あ、他。あ、そうですか。うん。あ、なるほど。うん、うん、うん、うん。まあでもレックが一番多いでしょ。うん。まあ多分合格されて研修行かれてもレック、ね、周りレックの人が一番多いと思うんですよ。はい、じゃあ、まあ実際に講義受けられて、どうだったでしょう、思ってた通りだったか、いや、これはちょっと思ってたのと違うなとか、そういうの何かありました？なんか初めの方は民法とかなんで、わりかし身近な感じなんで、取っかかりやすいんですけど、秋ぐらいでしたっけ、会社法、うん、あ、秋ぐらいになったら会社法とかが始まって、ちょっと本当に何言ってるか分かんなくなります、一時期。で、本当に聞き流して線引くだけみたいな時期は来ました。最初、憲法、民法とスタートして、まあ確か民法は割ととっつきやすい科目で、不動産登記はどうでした？割と来ました。まあ、まだ楽しく、はい。で、会社法がやっぱり結構大変。そうですね。うん。なるほど。うん。まあ確かにそうですね。民法、不動産登記ぐらいまでは結構順調にいくかもしれませんけど、会社法がね、なかなか皆さん大変な科目だと思いますので、まあそれちょっと心づもりをしておいてください。ただ必ずできるようにはなるね、科目です。会社法、どうしても暗記がちょっと多いんです。暗記要素が。民法とかだったらストーリー性があってね、A さんと B さんがどうしたって話があるんだけど、会社法はもう端的に、これ覚えましょうみたいなところがちょっと多々あってね、それで最初とっつきにくいところがあるかとね、思います。レベル的にはどうでしたか？自分が思ってたのと大体勉強内容、同じぐらいのレベル、司法書試験ってこれぐらいかな、っていうレベルが、大体受ける前に、なんか、思ってたようなところあると思うんだけど、それより難しいか、優しいか。まあ、大体思ってた通り。何も考えてなかった。なるほど。はい。まあ、思ってた通りにしておきましょう。大体、まあ、思ってた通りのレベル。はい。1日どれぐらい勉強されてました？年内は。年内は、どれぐらい？大体でいいですよ。4時間ぐらいかな、3、4時間、日によるんですけど、はい、そんなもんです。はい、講義があるときもそれぐらい。あ、講義があるときはそんなにしてない。あ、なるほど。そしたら講義があるときが、講義は3時間ですので、まあ、1日3、4時間ぐらい勉強されてたってことなので、まあ、年内だけどね。なので、まあ、基本的に講義の時は講義で勉強されて、それ以外はご自宅で3、4時間程度勉強されてるっていう、平均的にそれぐらいの時間ですよね。はい。私の講義で何か良かったところとかありますか？あります。なんか、すっごいゆっくり喋ってくれるんで、なんだろう。もちろん強弱がある授業が好きっていう人もいると思うんですけど、聞き心地がいいです。なんか会社法とかで嫌な時期になっても落ち着いて講義に来れます。プレッシャーがない感じです。はい、はい、はい。まあ、聞き心地がいいってことをおっしゃっていただきましたけど、はい、ありがとうございます。みんな言ってます。はい、自分ではあんまり自覚ないんですけど、結構言ってもらえるんですよ。赤松先生の声がいいって。
ねっていうのも分からないですけど。まあ、それも、もう、声だけはね、あんまり変えようもないんで、まあなんか、もともと、こう、自分なりの恵まれた長所なのかなと思って、はい。そういった言葉、ね、いつも嬉しく頂戴してます。まあ大体年内3時間ぐらい勉強されてたってことで、で、まあ、年内の後ろの方に、前半が民法とか不動産登記で、その辺は結構順調に勉強されてて、で、後半の方に会社法、商業登記っていう、ちょっときつい科目があってね、まあ、その辺で結構苦労されたとね、いうことなんですけど、じゃあちょっと、使ってたテキストをね、今日お持ちいただいてるんで見せていただきましょう。はい、見せてもらっていいですか。はい。これ実際に使われてたブレイクスルーテキストっていうね、テキストなんですが、これは今日は憲法をね、持ってきてもらってます。結構こんな感じでなんか、かなり詳細に付箋、貼ってもらって、あ、これ直前期にされたんですか？はい。中身が、あ、でも結構いろいろ書き込んでますね。多分、これ、マーカーしてもらってるんですけど、これは私の、授業通りなんですね。私の講義いつもこんな感じで、黄色でマーク塗って、で、これ重ねてピンクで塗ってもらってるんですけど、これキーワードになります。で、本文とこうキーワード示して、まあ、どこがポイントなのかっていうところね、つかみやすい形でマークしていってもらってます。この欄外にいろいろこうやって書き込みしているところがあるんですが、これはどういう部分ですか？あ、なんか欄外。全体的に。あ、マイクちょっと近づく。欄外は、その本文で、その本文の文字のままじゃ分かりにくい部分を噛み砕いて先生が説明してくれるんで、それを適当に書いたり、あと、これ、このページはあれです。なんかテキストに過去問の枝板とかついてるんですけど、ないやつあります。過去問レジュメって言ってなんかあるんですけど、そっちに出てきてるけどテキストには書いてない過去問をメモしたりしてました。ああ、なるほど。なんか集約してた感じ。はい、基本的には、こんな感じで、まあ、私が講義の時指示しますんで、その通りこうやってマークしてもらって、で、あとは補足で、ご自身でこう、メモを取ってもらってるんだけど、これはもう講義中直接書かれてるんですかね、ここに。うん。私基本的に、メモを別冊のノートで、ね、いつも書いてくださいって言ってましたけど、うん。うん。それは守ってなかった。しない。なるほど。まあ、それは人それぞれですけど、水さんは、省エネで、私は基本的にメモはちょっと別なノートに取ってもらって、で、後で、それ見返して、必要な部分だけ欄外に補ってくださいっていうことですね、言ってるんだけど、まあ、それやると、こう、二度手間になるから、もう直接、欄外こうやって言われたことを、直接書いてました、とね、いうお話です。あ、なるほど。あ、書いて、後で消すっていう。あ、なるほど。あ、そういったやり方やったんですね。とりあえずは、だから、私が言ったことをこうメモって、で、後で振り返って不必要だなっていうのは、逆に削除していかれたっていうね、いうやり方だったそうです。私が言ってるのとちょうど逆パターンですね。私は別のメモを取って、で、
とりあえずそこから必要な部分だけこう移していってくださいっていう指示いつもしていってるんだけど、それとちょうど逆のやり方で、まず欄外にざっと書いて、普通のところは後で削除していくっていうね、そういったやり方でされてたようです。まあ確かにそれはそれで一つの省エネになってね、いいかもしれません。はい。まあその辺は皆さんも、いろいろとね、自分なりに工夫してやってもらったらいいと思いますけど、確かに先生が言われた通りしかできないってもちょっと問題でね。やはり、先生は、こう言ってるんだけど、まあ、それは一つのアドバイスだから、まあ、それに従って自分なりにいろいろ工夫していくっていうところもね、まあ、必要なところかなと思いますので、ね。まあ、その辺は、まあ、先生が言ったから絶対こうだっていうことを言ったんだけどね。まあ、自分なりの勉強法をいろいろね、考えてもらったらと思います。このブレイクスルーテキストは、普段はどんな感じで利用されてましたか？授業後、はい。授業、ほとんど授業でしか使わなかったです。私は。あ、そうですか。はい。定期的にこう読み返すっていうのは、読み返せなかったですか？はい。授業の日の帰り。はい。はい。あ、授業が終わった後に一読。うん。それはマーカーついてる部分ですね。そうです。うん。読むっていうよりかは、うん。こういう感じで言ってたな、みたいなのを見ながら思い出して、うん、で、このメモとかも、これいらないな、いるなって、その時に判断して、まあ、消すなら消す。置いとくなら置いとく。はい。すいません。ちょっと今私がマイク握っちゃって、ましたけど、ブレイクスルーテキストは、こうやってマーカー付してるんで、まあ、講義が終わったら一読いつもされてたってことで、このマーカー部分、それから、この欄外に取ってるメモですね。で、まあ、そこを見ながら、まあ、先生がこんな話してたなっていう、まあ、イメージをね、思い浮かべながら、復習されてたとね、いうことです。はい。こちらメインテキスト、なんですけれども、もう一つ、各問レジュメっていうものがあるんですけど、それも今日お持ちいただきました。ちょっと見せていただきましょう。これは民法ですね。これも私のクラスオリジナルの、レジュメなんですけども、各問を、こう枝別にしてまして、で、テキストのこれ、テキストで出てくる順番に並べてます。枝を。なので、例えばこれだったら、P19、これブレイクスルーテキスト、メインテキストのページ数です。P19 にこの論点が出てきますよ。ね、で、次21ページにこの論点出てきますよっていう形で、枝別にこう並べてます。普通の問題集でやってもらってもいいんだけど、その場合はテキストの順番通りじゃないんで、テキストでやって次過去問集で勉強されると、ちょっとやってないところと違う問題が出てたりするから、なかなか復習しづらいところがあるんで、それでこう枝別に並べたものをね、講義の中で使ってます。この過去問レジュメは、どんなように使われましたか？なんか初めの方は解くっていうよりかは、読む、あ、この論、こういう論点あったなみたいな感じで読んでました、はい、なんか問題を読んで丸とか×とか考えるんじゃなくて、そのすぐ後ろに答え書いてるんで、文章を読んで、そのなんていうんですか、これは違うなみたいな、そういう感じで使ってました、はい、そしたら2回目以降は逆に、ずっとそんな感じです。ああ、了解です。はい。時間かかるから、うん、私はそうです。うん。なるほど。まあ、こちら直接、答えがもう、このね、レジュメの方、丸とか×とか書いてます。で、ミュースさんはこれ見せてもらうと、これ、特に隠してないですね。丸×これ隠される方もいらっしゃいます。上でこう塗ってシートがありますよね。
シートで被せて、それで丸罰を、答えていくっていうやり方。ね。そういったやり方されている方も多いんだけど、まあ、水さんは逆にそうでなかった、とね、いうことです。で、まあ、その、丸罰よりも、むしろその、各枝の、論点。この問題は何を聞いてるのかっていう論点をね、読みながら、こう、確認していくっていう、そういう形で使われたってことです。まあ、それはすごくいいことを、まあ、さすがな、とね、今思いました。その、単に丸か罰かを答える、ということ。まあ、そういうことをやってたんじゃない。ね。そういうのに解いてたんじゃないということです。丸か罰かを答えるんじゃなくてね。そうじゃなくて、その各枝で聞かれている論点が何かっていうね。それは読みながら確認していた、とね、いうことです。はい。それは本当私も本当にそのように、使ってほしい、とね。もう私の考え方と共通するところです、それは。で、これね、さっき言ったね、この、丸罰隠してっていうね、やり方も、それは別に悪いわけじゃありません。ね。それはそれでいいんだけど、それ下手すると、この枝が丸か罰かっていう逆に、そこだけにこう、こだわってしまう。ね。要はその丸か罰かを覚えるっていうね、逆にそういう解き方になっちゃう恐れがあるんで、それだと実は過去問役に立たないんです。その丸か罰かが大事なくて、聞かれてる論点が何かっていう、そっちが重要なんでね。まあ、そこはしっかり勉強されてたっていうね、お話です。はい、まあ、で、年が明けてからずっと3月まで後期がありますけど、各科目がこう進んでいきますけど、その時に例えば、この科目をやってる時に並行してこれを復習してとか、他の科目をされてたようなことありましたか？初めはやろうとしたんですけど、はい、なんかちょっと無理になってきたんでやめました。あ、なるほど。はい。はい。まあ多分そうだろうなと思いましたけど、まあ何か科目やりながら、他の科目も忘れちゃうからね、並行して復習しないといけないかなとね、まあ当然、誰しも考えるところですけど、なかなかそんな余裕ないです。もう、今やってる科目だけですんごい分量あるんで、そこの、今やってるところをこう勉強する、それだけで結構手一杯になるからね。なので、授業が3月までありますけど、それまではずっと、今やってるこう科目をやってた、うん、追いかけてやってたいうような感じですね。はい。これはもう水さん限らず、一発で受かられる方もね、もう概ねそんな感じです。はい。なので、まあ、基本的にはその、3月まで後期がありますけど、まあ、そこまでは当然、今の科目やりながら、前やった科目ね、当然並行して復習できたら、当然、それはよりね、いいです。まあ、でも、なかなかやっぱり実際問題って難しいところもあるんで、やはり最低限は今やってるところですね。まあ、そこをしっかり集中してやっていく。講義のペースに合わせて。まあ、それが大事だってことね、分かっておいてください。はい。これ、いろいろ過去問レジュメされてますけど、これはどんなとこですか？なんか、周辺論点とか、あと、理由付けは、しっかり書くようにしてました。これは、私も本人さんが使ってるやつ自体はほとんど見たことないんですけど、たまに質問持ってかられて、その時チラッと見るような感じなんですけど、今ちょっとじっくり見させてもらったら、かなり書き込み、こんな感じで、各枝のとこね、されてます。まあ、次のページも、こう欄外に。で、ごめんなさい、近くにこんな感じでご自身でいろいろこう図表を問題のところまとめられたりとか。
で、これ今ね、写した、内容は、別として、されてたことは、その枝を解かれて、で、単にその枝が丸か×かっていうことじゃなくて、その枝を解かれたら、おそらく、比較でこの場合はどうかなっていうのが気になってくるところがいろいろ出てくるんです。で、そういったところは、自分で、こう、テキストに戻って調べて、で、近くの箇所に、こう、自分なりに分かりやすい図表で書かれてたというね、そういったことだと思うんですね。はい。まあ、ここも、そうですね、今のような使い方をしてもらったら、もう効果倍増です。まあ、倍っていうか、ね、倍以上に、ね、3倍、4倍の効果があります。要は、今のような使い方をしたら、結局一つの枝から、その枝の知識だけを学ぶんじゃなくて、そこから周辺部分のね、たくさんの知識を合わせて学んでいくことになるんでね。はい。まあ、すごく、いい方法で使ってもらってるなとね、思いました。はい。じゃあ、まあ、3月までは、講義してる間はそんな感じで、まず基本的には講義に沿って勉強進めていってもらって、で、まあ、テキストの マーカーは、私の指示に従って、ね。で、あと自分で、私が喋ったことを欄外にメモを取ってもらって。で、並行して過去問のレジュメね。まあ、これはまた並行して問題を、まあ、単に丸抜を覚えるっていうことをしなくて、中身をね、確認していく。ね。論点が何かっていうことを確認して、ね。かつ、周辺分野でちょっと気になったところがあったらね、こう比較の論点なんかを調べて自分で書き込んでいく。そんな形で勉強ね、進めていってもらったようです。はい。じゃあ、まあ、3月までそんな感じで進めていってもらったんだけど、3月に講義が終わりましたら、次、まあ、講義はなくなりまして、当練がスタートします。答案練習です。それからあとは模擬試験もね、入ったり、します。そこの成績はどうだったでしょう？ABCDE、5段階で言うと C とかでした、初めは、うん、でもなんかもう C はちょっとね、うん、だいぶメンタルはやられます。はい、まあ、でも気にしなくていいんじゃないかなって、うん、もしが悪かったですか？いや、気持ち的に。はい、うん、今ね、その当練とか模試があるんですけど、ABCDE、5段階で、どれぐらいだったですかって聞いたんだけど、だいたい真ん中の C ランクぐらいって答えてもらったんだけど、それかなり優秀です。1年目の方で。それ私もそんな取れてると思ってなかったんですけど、うん。はい。大体ね、1年目の方は、その、当練とかはほとんど点数取れなくて、大体、D 判定とか E 判定が多いです。一発で受かれる方もね。で、たまには D とか E もあったんじゃないですか？うん。そうなんですか。すごいですね。それはなんか予習して？普通に受けて。うん。うん。あ、そうですか。うん。あ、なるほど。はい。だちょっと今の話はね、皆さんにあんまり参考にならないかもしれないですけど、おそらく皆さん一発で受かれるとしても、もっと成績悪いです。当練は。かなり、一年目にしてはよくできてる。C って言ったら。これ2年目以降の方もね、混ざって受けられるんで、ね、なかなか1年目で C って取れないんだけどね。はい、でもまあ、それでもね、まあ、C にせよ、D にせよ、ね、AB 取ってる人たくさんいるんです。AB の人がもっとね、上位者がもっとたくさんいるんで、だからやっぱり C でも凹みます。で、今そのことね、言っててもらってたと思うんだけど、ね、その時何か工夫されたことあります？結果は見なかったです、基本的に。なるほど。自己採点するだけ、終わったらすぐ自己採点して
もう捨ててました。問題も全部。問題捨ててないでしょ。問題捨てました。あの問題と回答があるんです、答練に。で、回答の方に一応同じ問題もう一回掲載されてるんです、うん、で、それで実際にあの本場で解いた問題はもうメンタル的に嫌になったんですっていうね、お話です。問題だけ捨てるだけでちょっとすっきりする。すっきりするために問題捨てたっていう、うん、ことらしい。うん、点だった、だからすごい33点っていいんですけど、もっと近く、なんか言ってるのが聞こえるんで、やっぱり結構へこむんですよ、1年目の人たちからしたら。なんですぐ採点して、授業一緒の人と分かんないよねってこんなのって言って、ちょっと毒吐いてすっきりして帰るみたいな、ね、そんな感じでした、はいはい、ねって私に言われても知らないんですけど。なんか、あの、確かに、あの、中上級の方混ざって受けるんで、うん、まあ、みんな、あの、終わった後、あの、いろいろ、まあ、そういう話するんですよ。うん、何点やったとかね。うん、だ、うん、結構やっぱりその中上級の人は35問中30何問とかね、いうこと、ね、まあ、平気でこう、みんな周り喋ってるから、ね、当然凹みますよね、それ。うん、で、その、あの、もしで、あの、高い点数取ってる人が受かるかっていうと、関係ないです。全く関係ありません。で、各予備校の、あの、模試、それから答練あるんだけど、これ予備校のも癖があるんで、そこの予備校の問題をずっと何年も続けて受けてたら、自然と解けるようになります。その予備校の癖に慣れて。なので、あの、大体あの、2年目、3年目以降の方で高得点取られてるって方が、そういう方がほとんど。で、そういう、人は、あの、いわゆる、あの、答練慣れしてるだけなんでね。いざ、あの、その人が本番で点数取れるかって言ったら、全く別問題。ね。あの、本番では取れないです。本番で点数取ろうと思ったら、過去問慣れ、同じようにね。過去問慣れしないと点数取れないんで。はい。でも、まあ、どうしても、そういうね、答練慣れしてる人が混ざってるんで、まあ、高得点者が多数出ちゃうんで、まあ、それで、初学者は凹んじゃうと。うん。で、まあ、それでも、問題破りしてたと。うん。はい。まあ、あの、そういうふうにちょっとメンタル的に大変なところはあるっていうところはね、あの、その、授業終わった後の答練についてはね、あの、少しちょっと皆さんも覚悟をね、持っといた方が、いいかもしれませんね。ただ、それと、まあ、今言ったように、その点差も全く気にしないことです。ね、その、あの、1年目の人にとってその答練の点数っていうのは、あの、全く合否には関係ないですからね。はい。で、まあ、大体、答練は、そうですね。ずっと平均点ぐらい辿ってて、で、一番最後の方でいい点数が取れた感じですかね。もし。なんか、記述の勉強を。はい。最後の方にした。はい。記述で点数稼いだ。ああ。なるほど。うん。まあ、最後の方で、あの、記述の勉強されて、まあ、それで、最後、ちょっと結構点数が上がったとね、いうことです。で、ですので、本格的に、まあ、講義終わるまではもう講義に沿って勉強されて、本当にもう集中して、勉強したっていうのは、講義終わってからの直前期の4、5、6の3ヶ月ぐらいだったんじゃないですか？あ、3、4、5、6、4ヶ月。あ、4ヶ月間ですかね。その時に大体、あの、何回転ぐらいさせました？勉強、同じ内容。8回は、全部は8回やってました。で、苦手な部分は、やっぱ繰り返してたと思うんで、もうちょっとやってるかもなんですけど。でも本当に回数っていうよりかは、1回ずつの質は大事だなって思いました。はい、だいたい本格的に、あの、勉強されたのが、直前の3、4、5、6の4ヶ月間、まあ、講義が終わってからです。まあ、本当に、
もう講義やってるときはもう講義の先ほど言ったよね。そこの科目追いかけていくのは結構精一杯になるからね。で、講義が終わってから、こう何回もね、復習、回していくことができる、時期に、入っていきます。まあ、そこで、まあ、8回転された、ね。結構中途半端な数字出てきますよね。8回転とか、1日の勉強4時間とか。8回転って、どっか出てきたんです、それ。本当に8回転。わかんない。なんとなく雰囲気で。あ、わかりました。はい。はい。はい。まあでも、そうですね。まあ8回転ということだから結構多いですね。まあ、最後の3ヶ月ぐらいで、3回転ぐらいの方、ね、まあ、結構、1ヶ月単位でこう、3回回すぐらいの方ね、結構多いんだけど、まあ、それの倍ぐらいのイメージ。うん。あ、そうか、だから、3、4、5、6と4ヶ月集中的に勉強して、で、8回転ってことは、1ヶ月に2回転ぐらいしてるイメージかな。うん。だから、ま、かなり、ね、その時期に集中して、同じところを復習して回していただいた、ね、感じです。その時に、勉強校復習回す題材は何でした？題材。過去問レジュメか、ブレイクするか。過去問レジュメ？うん、はい。ほとんど。はい。はい。その時に、復習校何回でもさせていくんだけど、メインで使ってた、教材こちらの過去問レジュメだったそうです。で、これでも過去問を、繰り返し、回してマスターしていったということです。で、その時も、まあ、さっき言ってたように単に丸バツ暗記じゃなくて、まあ、論点をね、確認しながらで、さっきいろいろ書き込みがあったように周辺分野を確認しながらっていう形で、ね、そんな感じでしてたとね、思います。そしたら過去問レジュメ中心にされてて、で、わからないところがあったらテキストを戻る。ブレイクするテキストを見る。っていう感じですかね。うん。うん、うん。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 あ、なるほど。うん。ちょっと、それじゃあ説明してください。私はできるだけ勉強時間短くしたかったんで、あと、分量も多いの分かってたんで、できるだけこの過去問レジュメだけで終わらせれるように何回もいろんなところ見たりしてたらやっぱ時間かかるんで、とりあえずこれに詰め込んでこれだけで勉強を収められるようにしてっていう風にはしてました。はい。まあ、こちらの過去問レジュメの方に、1回目2回目回すときにもう極力、問題内容を理解して、で周辺分野関連知識あったら極力このレジュメにも落とし込んで、あとはテキストに戻らなくてもこの過去問のレジュメだけこう回していったら、そこで過去問とそれから周辺分野確認していけるっていうね、そんな形に工夫されてたとね、いうことです。確かにそれもいい勉強法。そうですね。今のは過去問レジュメに書き込んでいってたってことだけど、逆パターンもありまして、インプット中心で勉強される方もいて、で、そういった場合であれば、そのメインテキストの方に、逆に過去問に出てきた論点をこう書き込んでいってるっていうね、逆のやり方もあります。まあ、どちらにせよ、こう情報をどっかに集約してたっていうところがポイントかと思います。ね。毎回毎回こうあれこれ見るんじゃなくてね、自分がこう見るべき情報を何かにこう集約してた。それは非常に大事なことだと思います。メンタル的にきつかった時期はだいたい何月頃ですか？3月ぐらい？あ、3月くらいですか？3月ぐらい、うん、当年が始まるぐらい、始まる前、うん、なるほど。まあ、3月くらいが一番厳しかったそうです。始まった後はなんとかなる、もうやるしかないみたいな感じですか？うん、うん、もう当年4月から当年始まるんだけど、もう始まったらもう、うん、腹くくって、うん、まあ、やるしかないっていう感じですかね。はい。本番も受かる気しかしなかったんじゃないですか。なんか気
持ちで負けたくなかったんで、先生が門のところで待ってるんですけど、上がってきますって挨拶してきました、うん、はい、私毎年あの受験会場応援に行ってるんですけど、だから受かってきますって言って、はい、入っていったんで、すごい自信だなってね思ったんですけど、まあそれぐらい勉強やり込んでたんでしょうね。本番は午後はあの特筆と休通がありますけど、だいたいじゃ時間配分どんな感じでした？午後、はい、3時間でした、うん、合計3時間、1時間とりあえず特筆といて、で1時間記述に行って、あれ3時間2時間半合計3時間3時間、うん、何してたの、あとですね、30分で残りの問題解いて、あと30分軽く見直しぐらいかな、うん、そんなもんです。記述1時間で できないでしょ。え？午後好き。いや、記述が1時間でできる？1時間と、うん、あとの30分、うん、で解いて、うん、で最後見直し、あ、記述？あ、1時間で終わります。両方合わせて、うん、択一まず1時間解いて、休通1時間でやって、で択一解いてない問題に戻って、それ30分でやって、で最後30分見直し、うん、すんごいペースですねそれは。だから休通見落とすんやね。急にちょっとポカをやってしまって、はい、択一はあの午前が35問中30問で、午後も、35問中30問ですね。だから択一はもうすごくあのいい成績、午前午後30、30、30取れてるからね。でちょっと休日の方であのまあ、聞いたことあるかもしれませんが、名変登記っていう登記があって、ちょっと一件目でそれを落としちゃったところがあって、それで、だいぶちょっと減点になっちゃったんだけど、なので、記述はちょっと点数それで下がっちゃったけど、なんとか、ね、あの、基準点は上回ってね、合格できたっていう感じですね。はい、まあ、あの、この試験は、まあ、記述もあるんだけど、やはりあの、択一が、重要なんでね。まあ、皆さんも、択一に、意識を持って、とにかくあの、択一で基準点を上回らないことには、あの、記述の採点が受けられないんでね。で、択一はあの、今、あの、おっしゃっていたように、あの、とにかくやっぱり過去問。過去問をしっかりやれば、十分点数取れます。その、30、30取ったけど、やっぱり答練よりも過去問でしょ。ベースは。そうですよね。うん。うん。うん。なので、あの、まあ、今ちょっと私からこう一方的にね、聞きましたけど、やはりあの本人の、まあ、一年目だから、そんなにもあれこれ勉強する時間ないんでね。まあ、当練も受けるんだけど、そんなにあの、復習する時間もないはずだし、うん。おそらく過去問ベースで、あの、しっかり貫いてもらった。まあ、それが高得点につながったのかなとね、思います。で、当連であの、結構凹んだって言ってたけど、その当連で凹んじゃって、やっぱりその上位、あの、長年勉強してる人がいい点数を取っちゃったりするからね。で、その当連で凹んじゃうんで、そこで勉強のペースが崩れるっていうのが一番いけないパターンなんです。直前期。これも、本当にあるあるでね。もう、自分があんまり当連で点数取れてないから、で、勉強に自信がなくなっちゃって、で、大事な勉強、そのテキストメインの勉強と、過去問、中止の勉強ね。これがどうしても、この方法でいいのかなっていうことが、ぐらついちゃうんです。で、そうなっちゃうと、合格できません。で、そこをちょっと気持ちをしっかり立て直してもらって、しっかり頑張って、ね。それで、一発で合格されたとね、いうことだと思います。はい、これから司法試験目指されてる人、何かメッセージはありますか？
勉強、まあ、やることみんな同じだと思うんで、過去問も決まった教材みんな使ったりするんで、やり方次第で結構時間も削れるし、なんか受け終わってから思ったのは、すっごい、あ、こういう、こここうやればよかったなとか、もっと時間省けたなとかあったんで、周りの声は大事にした方がいいかなって思います。授業受けてたら30人ぐらいいるんで、まあ無駄っちゃ無駄なんですけど、ちょっとコミュニケーション取って、自分の周りいい人集まったらいい直前期にもなるし、いい仲間ができたなって私は思ってます。そうですね。生クラスの方は、ぜひ、お友達クラスの中で作っていただいて、それでいろいろ情報交換を してもらうっていうのもね、大事です。まあ、また、梅田駅前本校の方では、まあ、飲み会とかもね、させてもらって、まあ、交流の場なんかも設けたいと思ってますので、そんなのちょっと嫌いなんだっていう人もいるんでね。まあ、それはもう、参加は自由なんですけど、ね。まあ、そんなところ、まあ、それ以外、それだけではないけどね。そんな、場で、いろいろ、情報交換、の場を設けて、ね。それで受験仲間をね、作っていただくっていうのはすごく、大事なことかなとね、思います。はい。じゃあ、質問。うん、はい。じゃあ、ちょっと私からの、お話は以上で、じゃあ皆さんの方で何かご質問あれば、何でもご遠慮なく。はい、どうぞ。はい。はい。はい、はい、はい。私は専業だったんでした。なので、まあ、直前期は本当に勉強しかしてなかったんですけど、基本的には日曜日は絶対にお休みにするとか決めてたんで、まあ、ちゃんと分けてやれば働いてる人でもまあ、勉強はできると思うんですけど、あと、目次学習。あと、目次学習は、それ、私も、科目によってしてました。民法とかはしないんですけど、不動産登記もしないけど、民事訴訟法とか刑法とか、そういうマイナー科目って言って4つでしたっけ、うん、ぐらいあるんですけど、年明けぐらいから始まるマイナー科目は目次は意識しました。インデックスつけて、これここの話なんだなっていうのをまず理解してから内容を頭に入れていくと入りやすかったです。まあ、専業されてたんですけど、最初勉強されてた頃はだいたい1日 3,4 時間ペースだったってことなんで、まあ、お仕事されながらの場合、まあ、大変だけどね、まあ、同じくらいの、勉強時間はまあ、お仕事をされながらでも、まあ、なんとか確保はね、していただけるのかなと思います。はい。じゃあ、他に、どうぞ。はい。あ、ごめんなさい。今ご質問あったのが、あ、ごめんなさい、もう一度。はい、ありがとうございます。はい。研修をね、合格を終えられて、で、司法書士事務所にお勤めされて、で、まあ、やりがいを感じられていること。ところっていうことだけど、どうでしょう。はい。まだ就職してなくって、昨日研修全部終えたとこなんですけど、やっぱ資格取ったよっ
とか取れたよっていうのを報告したら、結構自分の周りとかでも今こういうことあってみたいな軽い相談とかは来るんで、なんか自分が目指したきっかけには合うようになってきてるなっては思ってます。まあ、誰かの生活の中で役に立てるようにはなるのかなっていうのは見えます。試験合格後、研修がしばらくあるんですけども、水野さんの場合は研修先ざっと受けられて、でその研修の中で事務所に勤めるという配属研修っていうのもありましてね、まあ、それも行かれて、でやっと研修終わられたっていう状況だそうです。で、で次に就職先が決まってるっていうことですね。はい。結構研修の行く前はやっぱり受かったのはいいけど、今後ちょっと贅沢な悩みかもしれませんけど、その受かった後自分がこの業界でやっていけるのかなっていうのをかなり不安に感じてたようなところがあったんですけど、今も結構もう慣れちゃって、研修行ったら、ね、先生研修行ってみたらすごく楽しかったですって、ね、さっきも言ってたんだけど、うん、まあ、その辺はね全然自然に慣れていくねところかと思います。はい、他の方何でもいいですよ、どうぞ。はい、うん、はい、はい。ああ、なるほど。司法書士の、研修期間どれぐらいありますかっていうね、ご質問です。12月から1月にかけて、16日間、集合研修って言って、なんか授業を受けるんですけど、それプラス、12月中旬ぐらいに動画を何コマ受けなさい、プラス、レポートを書く研修があって、で2月はお休み で3月にもう1回6回ぐらい集合研修があります。そんな、うん、働いてると土日も潰れちゃうんでしんどいんですけど、そうです、別に宿題とかもないんでそこまで大変ではないと思います。はい、研修期間はだいたい12月から3月ぐらいまで。期間で言うと4ヶ月間ぐらいということです。特別研修は、どういう形でしてるんですか？あ、特別研修はこの後。あ、そうですか。はい、わかりました。うん、5月から7月に、特別研修。あ、今はその時期になってるんですね。簡易裁判所の代理権を取るための特別研修という研修がまた別途あるんですけど、それが、5月から7月だそうです。以前はもっと早い時期にやってたんですけど、うん、今はその時期に変わってるみたいです。はい、なので12月から3月の研修と、それから監査代理権を取る場合は5月から7月ぐらいの研修というね、そんな感じです。はい。他の方どうですか。はい、どうぞ。はい、講座受けてる時の、勉強のタイムスケジュール、それと、講座終わってからの直前期のタイムスケジュールですね。どんな感じで勉強されてたか教えてください。講座ある時は、なんかよく遊んでたんで、その自分の都合に合わせて、朝早く起きたり、夜帰ってからやったりって風にはしてました。だけど絶対にやらない日は作らないようにしてました。次の日やればいいかと思ったらそれが溜まっちゃうんで、それだけは決めてました。絶対にその日のうちに終わらせるようにしてて、で直前期はあんま参考にならないと思うんですけど、朝5時には起きて記述の勉強して、
その後永遠択一やって、夜9時ぐらいにもう一回記述やって、で1時ぐらいに終わるようにしてました。だ直前期はかなりやってる感じですね。ああ、なんかサボりすぎたツプが溜まってそうです、直前期で。どうしても朝5時起きてやらなざるを得ないと。あ、遊びすぎやね、それまで。なんか、その時なんか3時間睡眠とかで、で、ね、日曜日かなんかに寝だめするとかなんか言ってなかったですか？5時に起きて1時に終わるんで、その後、1時、2時ぐらいに、まあ寝る準備とか終わって寝るんですけど、まあ、やっぱ疲れるんで、日曜日は絶対に休みって決めといて、その日にがっつり寝るか、遊んで切り替えるようにしてました。平日は3時間睡眠で、日曜日に寝だめをするか遊んで解消するか皆さん真似しないように、はい、本当に周り仲良くなった人とかも体調やばいよって注意してくれるんですけど、やっぱ聞こえなくて直前期って、で試験2週間前とかに熱も出て、あ、勉強できない日3日ぐらいあって周りの声大事にした方がいいなって本当に思いました。はい、他に何でもいいですよ。はい、はい、登記法、ちょっと特殊な科目なんだけど、それどのように意識して勉強されてましたかというご質問です。記述は不動産登記、まあ、さっきも言ったんですけど、時間節約するのを意識してたんで、不動産登記は100問のやつあったりしますか？今ないですよ。なんか先生が100問分ひな形みたいな問題集くれるんですよ。で、それでまず題名があるんですよ、相続登記とか。そこ見て、その後に原因目的を連想するようにしといて、もう書いたりはしないで、それの繰り返しで、こういう問題が来たら、あ、この流れだなみたいなを意識しておきました。で、商業登記はまあ択一解いてたらなんとなくやり方分かってくるんで、あ、この登記しなきゃダメだなとか、なんで本当に直前期だけに、直前期に書き方、文字の書き方を覚えるぐらいでした。はい、登記法についてね、今急須のレジュメっておっしゃっていただきましたが、私の方で配ってる急須の、100問載ってる、これもオリジナルのレジュメですね。それを使って毎年勉強してもらってます。で、水さんもそれでしてもらったんだけど、まあ、その時に、どうしても急須式問題があって、ひな形覚えないといけないんだけど、ひな形は結構書いて覚えるっていう、バリって覚えるっていう人もね、多いんですけども、まあ、水さんの場合はどちらかというと、まあ、この論点だったらこういったひな形っていうことでイメージ的に覚えられていった。ちょっとまだね、皆さん勉強されてないところだからちょっと難しいですね。まあ、今のお話で、確かにひな形覚えないといけないんだけど、急須の場合はそのひな形を覚えるっていうよりも、さっきのね、過去問の解き方もそうだけど、やっぱりね、この、ポイントをつかむってことが大事なんです。まあ、なので、今の勉強はそういったことだとね、理解してください。先ほど、択一だったら、択一の枝があって、丸バツを覚えても、仕方がない。ね。そうじゃなくて、何を聞いてるのかっていうね、論点を把握することが、もう、全然重要であってね。で、まあ、急須にしても、
まあそうだっていうお話です。ね、単にその雛形暗記じゃなくて、ね、こういったね、あの問題の場合は、あ、ここが論点になってるんだっていうね。まあそこを読み取っていく練習を、まあ私のレジュメの方を通じてしていただいたってね、いうことです。はい。他の方。はい、どうぞ。はい。本論編が始まって、で、3時間は復習されてたってことだけど、それを、その3時間は何かこう単元ごとに勉強されてたのか、その方法ってことですね。はい。どうでしょう。とりあえず進んだ分、この日この分進んだな、っていうのが分かるようにしておいて、この曜日に、その復習1回目やろうとか、じゃあ2回目この曜日にしようって、もうなんかスケジュールは組むようにしました。始まってすぐぐらいに。なんでそんな単元とかは意識せずに、進んだ分をなんか回数重ねていくみたいな感じでした。はい、他にありますか。はい、どうぞ。あ、なるほど。はい。今ご質問いただいたのが、私の方で使っている過去問レジュメ、枝別にばらしたやつね。それ使っていってもらうんですけども、それ以外に試案されている、レックの、この合格ゾーンという過去問集があるんですけども、こちらは合わせて使ってましたかっていうご質問です。私も初めこれやろうって思って、買ったんですけど、ちょっとすっごい髪も薄くって分厚くって、どうしても寝ちゃうんで すぐにやめちゃって、もう本当にこの過去問レジュメだけにしました。多分向いてる人は向いてると思う。はい、だそうです。まあ水さんはこの合格は寝ちゃうんでやらなかったと。これ使ってる人もいます。当然。もう人それぞれ。うん。もうそこはもうどちらでも結構です。で、こちら問題集ありますけど、こちら使われるときは、裏に回数かなり細かく、書いてます。で、そこをちょっとあまり読み込みすぎると、しんどくなっちゃう。っていうね、ことなので、そこはまあ注意しましょう。ということです。要は問題のポイントがつかめたらそれで OK だから、ね。それ以外に裏の解説は詳細に読み込んで、ね。っていうことをやっちゃうと、ね。かなり疲れてしまうんで。まあ、そこの工夫がいるかな、とね、いうところです。一つ良かったのが、結構解説詳しいんで、この過去問レジュメで、ちょっとわかんないなとか、この論点もうちょっと詳しく知りたいなってなった時に、こっちで解説見て、あ、そういうことかとか、そういう知識もあるんだっていうのをこっちにまた書き込んだりっていうふうにはしてました。はい、合格ゾーンの方は解説が詳しいので、過去問レジュメなのでちょっと解説が、過去問レジュメは逆にその解説ほとんどないので、まあ、そこでちょっと分からなかったところはこちら、参照されて、こちらの解説で理解をされたとね、いうことです。なので一応併用はしていただいてたという感じですね。うん、わかりました。ああ、なるほど。はい。はい。うん、どうぞ。はい。六法全書は使われてましたかというご質問です。使わなかったです。なんか研修行った時に
最近の子たちは六本も読まずに受かるんでしょうみたいな嫌味はすごい言われました。ああ、そうですか。そうですね、六本は使われてる方も使われてない方も人それぞれで、試験に受かるためには言いません、特に。うん。まあでも、まあ司法書士って法律家になるわけですから、まあ研修に行って、その法律家なのに六本も見てないのかってね、まあ、嫌味を言われると。ね。まあ言うこと。うん、なるほど。ですけど、うん。試験に受かることについては関係はありません。六法全書については。はい。他いかがですか？はい。どうぞ。はい、会社法は、まあ、講義を耳で覚えたのか、あるいはテキストを目で焼き付けるような感じで覚えたのかっていうね、ご質問ですけども。会社法は本当に何言ってるか分かんないんで、もうただ読んでるだけみたいな。なんか喋ってるなってぐらいしか感じてなかったんで、耳では覚えれないんですけど、表とかはすっごい分かりやすくテキストに載ってるんで、それを自分はこの順番の方が分かりやすいなっていうのが多分個人であると思うんで、書き直してそれをまあ永遠見つめてました、はい、でその過去問レジュメも似たような論点何回も出てくるんですけど、一回じゃなくて何回でも書くようにして手はしてました。そしたらなんとなく覚えてきます。はい、会社法は本当ね、ちょっと、まあ、皆さんまだ勉強前ですけど、なかなか大変な科目で暗記要素が強いんですけども、まあ、過去問のレジュメの方をね、うまく活用していただいたということです。で、過去問レジュメの方に、自分で工夫されて、いろいろね、まあ、随所に図表など、まあ、それもテキストの通りじゃなくて、自分が覚えやすいような形にテキストの図表をアレンジしてね、で、随所に図表を入れながら、問題を解いていくことで、知識を身につけていったとね、いうことだそうです。まあ、他の科目もそうですけども、会社は特に問題を解きながら、知識を身につけていくっていうのが、一番かなとね、思います。なかなか本読んでたりとかね、聞いてるだけだとちょっとイメージ捉えづらいところがあるので、まあ、問題解きながら、知識をね、身につけていってください。はい、それではこのあたりで終了に、させていただきたいと思います。で、あと生クラスでご出席いただいている方は、水野さんまだしばらく残っていただけますから、なんなりと、個別にね、いろいろと、聞いてもらって、それで今後の勉強に役立ててください。から、今回の講座、YouTube 等でね、ご覧になられた方も、いらっしゃる、かと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、今回の、お話ですね。まあ、少しでも、皆さんのお役に立てれば、幸いかと思っております。はい。それでは、今回以上で終了させていただきます。お疲れ様でした。